この番組では私の人生や生活の役に立った本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本はウウォォーーール街のランダムウォーカー第12版です。この本を読んで印象に残った部分を紹介します。それでは始めていきます。本書を世に出してから45年以上の歳月が流れた。 諸般の中で私が発したメッセージは、個人投資家にとっては個々の株式を売買したり、プロのファンドマネージャーが運用する投資信託に投資するよりも、ただインデックスファンドを買ってじっと持っている方がはるかに良い結果を生むという単純明快なものだった。株式市場を構成する幅広い銘柄からなる、 ポートフォリオを買ってじっと持っている方が高い運用コストと頻繁な銘柄入れ替えに伴う売買手数料で投資家のリターンを確実に目減りさせるプロの運用する投資信託に打ち勝つ可能性が高いと主張したのだそれから45年以上が経った今私はこの考え方に一層確信を持つようになった というのもそれが今では実際の運用結果によって裏打ちされているからである本書が個人投資家向けの分かりやすい投資ガイドであることはいささかも変わりない私がさまざまな個人や家族の資産運用に関わるアドバイスの経験を重ねるにつれて投資家が負担できるリスクはその年齢と 証券投資以外から得られる収入に大きく左右されるという確信をますます深めるようになったまた投資に伴うリスクは投資期間が長くなればなるほど確実に低下することも事実なのだランダムウォークというのは物事の過去の動きからは 将来の動きや方向を予測することは不可能であるということを意味する言葉である。ランダムウォークというのは物事の過去の動きからは将来の動きや方向を予測することは不可能であるということを <laughs> 意味する言葉である。これを株式市場に当てはめると株価が短期的に どの方向に変化するかを予測するのは難しいということだ言い換えれば専門の投資顧問サービスや証券アナリストの収益予想複雑なチャートのパターン分析などを用いても無駄だということである投資と投機の違い私は投資というものを配当や 金利、賃貸料など、かなり確実性の高い収入の形で利益を上げること、および長期間保有して値上がり益を得ることを目的とした金融資産の購入と捉えている。投資と投機を区別する基準は、どのような期間で投資リターンを考えるかがはっきり意識されているかどうかと。 リターンが合理的にに予測できるるかかどうかの2点にあ投機家は23日あるいは23週間の間に大儲けすることを狙って株式を取得するこれに対して投資家は何年あるいは何十年先まで安定的に配当をもたらしあるいは持続的値上がりが期待できるような株式を探して保有するのだ。 本書は、投機家にとっては何の役にも立たないことをあらかじめお断りしておきたい。株式投資にとって重要なのは、新しい産業が経済や社会をどのように変えるかとか、どれだけ規模的に大きくなるかということではない。大事なのは、その産業や企業が利益を生み出し、 それを維持していく能力なのだ歴史に照らしてみれば行き過ぎた株式ブームというものは遅かれ早かれ重力の法則に屈してついえる私の個人的経験に照らしてみても一貫して株式市場で負け続けているのはチューリップバブルの時代から繰り返される相場の 過熱に身を任せてしまうタイプのの投資家なのである株式投資によって堅実に富を増やすことはそんなに難しくはないのだ幅広く分散された株式ポートフォリオを買ってじっと持っているだけで長期平均的にはかなり高いリターンを享受することができるただ気をつけなければいけないのは一夜にして 大金大金持ちになれるかもしれないという投機のバカ騒ぎの中で大切な財産をかけたくなる誘惑に負けないことだビットコインを支えるブロックチェーン技術は確かに国際的な決済システムに大きな変革を 変革をもたらすだろうまた資産の一部を匿名性と流動性の高い仮想通貨で保有するメリットも大きいだろう。しかし投機バブルはかなりの期間持続するかもしれないがやがて破綻して大部分の参加者は身を滅ぼすという歴史の教訓はここでも当てはまる。バブルの根底に しっかりしたテクノロジーがあるのは事実だとしても、そのことが投資家の資産の安全性を保障することにはつながらないのだテクニカル分析とファンダメンタル分析テクニカル分析とは何かを一口で、えー、語るとすれば、株価チャートを作り、それを解釈することだと言えるだろう。 多くのチャーチ・チャーティストの信ずるところによれば株価の動きのうち合理的に説明のつく部分はせいぜい10%くらいで残りの90%は心理的な要因によるものである投資のゲームに勝つコツは他のプレイヤーたちの行動を読むことだと考えているもちろんチャートに示されたものは 他のプレイヤーたちの過去の行動にすぎないしかしそれを注意深く観察すれば彼らが将来どう動こうとしているかを知ることができるのではないかと彼らは考えている一方ファンダメンタルアナリストたちはその対局に位置する彼らは株価の動きの90%は合理的なものであり心理的な要因によるところはせいぜい 10%にすぎないと主張する <coughs>。彼らはその関心はひとえに株式の適正価値はいくらかということだけに向けられる。この場合の適正価値は一株当たりの資産価値、利益と配当の期待成長率、金利、そしてリスクなどによって決まるという。したがってファンダメンタル主義者の仕事は 企業の成長率や他のさまざまな要素を予測しそれらに基づいて株式の本質価値を推定することにあるおそらくウォール街に勤める証券アナリストの90%は自らをファンダメンタル主義者だと見なしているだろうチャート分析はなぜうまくいかないのか まず第一にトレンドが形成された後にしか投資することはしないしまたそのトレンドが崩れた後でしか売りに出ないという点に注意すべきだろうそのためしばしばタイミングを失することになるだろう次にこの手の手法は結局のところ自己矛盾に陥るものだということである いかなる手法にせよ同じ手法を用いる人々の数が多くなればなるほどその有効性は低くなっていくみんなが同じシグナルに対して同じ行動を取るとしたらどんなシグナルに基づいて売買したところで何の利益も得られないなぜファンダメンタル分析も 必ずしもうまくいいかかないのかまず情報や分析が必ずしも正しいとは限らない次にアナリストが価値の推定を間違う可能性が指摘できる次に市場も必ずしも自分の間違いを速やかに訂正するとは限らないことすなわち株価が必ずしも本来あるべき値段に ささ寄せれれなないいここととがしばしばばあるるも忘れてはなるまい成功するための3つのルールまずはじめに利益成長率が今後5年以上にわたって市場平均以上の銘柄を買うこと株式投資で成功するための最も重要な要素をただ一つ 上げろと言われればそれは長期の利益成長率であろうグーグルをはじめこれまでに真に結出したパフォーマンスを上げた銘柄は実質的には全て成長株であった成長株を見つけ出すのは非常に困難な仕事であるししかそそれこそが投資にとって 最も重要ななポイントなのである次に株価がファンダメンタル価値以上になっている銘柄には手を出すなそして最後に投資家が「砂上の楼閣を作れるようなストーリーが描ける銘柄を探そう。 過去の株価の動きがどうであれ、明日の株価の上昇・下降は五分五分でしかない。株価が次にどう動くかということは、コイン投げと同じで誰にも予測できないのである。私はテクニカル戦略が絶対に儲からないと言っているわけではない。実際、テクニカル戦略を用いたために損失を被ったという投資家は少ないはずだ。 大事なことは単なるバイ・アンド・ホールド戦略つまりある銘柄ないし銘柄軍を買って長期間保有するだけでもテクニカル戦略と同じくらいないしはそれ以上に儲かるということなのだあのウォーレン・バフェットも言っていることだがほとんどの投資家は 積極運用タイプの投資信託に投資するよりはインデックスファンドを購入した方が長期平均点にはより大きく報われるのだウォーレン・バフェットの次の話に肝に銘じてほしい怠け者に限りなく近い反睡眠状態が 今ののところ最善の投資スタイルだそして最適な投資期間は半永久的だどうしても売る必要があれば儲かっている銘柄ではなく損している銘柄を売れ私のアドバイスは IPO、新規公開株を公開価格で買ってはいけないし、また公開直後に公開価格を上回る価格で売買される IPO 銘柄は絶対に買ってはいけないということだ。歴史的に見て IPO 投資の平均的なパフォーマン,ーマンスは全然よくなかった。 もし取引のある証券会社から電話がかかってきて、いい IPO 株がありますよと言われたら、まずその銘柄は負け犬だと思っていい。大手の機関投資家や得意の個人に当て、えー、はめ込まないような時にだけ証券会社は小口の個人投資家に声をかけてくれるというわけだ。したがって個人投資家が 公開価格で入手できる IPO 銘柄は最悪のものだけだということになる唯一の護身術は「うますぎる話は信じるな」という言い古された格言なのだ。 財産の健康管理のための10条をまずはじめに元手を蓄えよともかく時間を見味方につけることだなるべく早く継続的投資を始めなさいそしてつつましい生活に徹してせっかく貯めたお金には手をつけないことだ その決意を固めるために次のことを肝に銘じてほしい死ぬより惨めなことは蓄えを使い果たした後も生き続けなければならないことなのだ <laughs> 次に現金と保険で万一に備えよ安全でいつでも引き出せる形である程度の 現金を持つことは絶対必要だもし医療保険や労災保険でカバーされている人なら3か月分の生活費を賄えるだけの手持ち現金というのが一応の目安だろう高齢になるにつれて必要額は大きくなると考えられる一方今の仕事の安定性が大きい人あるいは比較的多額の金融資産がある人の場合は より少なくて済むだろう。その上子どもの大学の授業料といった近い将来に予想されるまとまった支出に対しては銀行の短期預金の形で支出のタイミングに合わせた運用を考えるべきだ個人の場合はまず家と家財それに自動車保険が保険では必要だそれから健康保険と障害保険だ さらに一家の化石頭は死亡保険に死亡生命保険に入っておくべきだまだ独身で扶養家族がいない場合は生命保険は必ずしも必要ではないしかし幼い子供のいる家庭ではかなり大きな額の生命保険に加入しておくべきだ次に 現預金でもインフレヘッジ節税対策と年金制度の活用運用目標をはっきりさせるマイホームの活用ポートフォリオを盤石にしたいなら 保有資産の一部をリートに投資することを強く勧めたいそれにはいくつかの理由があるまずリートは歴史的に株式に被験する高い値上がり益と配当利回りを上げてきたことだその上リートを加えることによって一層大きなリスク分散効果が得られるというのも不動産投資のリターンは株式や 他の資産との相関があまり高くないのだしたがってリートを加えることによってポートフォリオ全体のリスクが低下する債券市場に注目個人投資家にはノーロードの債券ファンドがおすすめ購入するときには手数料のかからない ノーロード型のファンドドを購入することだ。ノーローロで買えるインデックスファンドがあるのに何もセールスマンの懐を肥やすことはない金ダイヤ書画骨董コレクターアイテム 幅広い分散投資を行っている投資家の場合には、金を少々保有するのは悪くない。ダイヤモンドはどうかってよくダイヤモンドはみんなの友達と言われるが、個人の投資対象としては極めてリスキーで不利な商品だ。売買手数料は非常に高いということだ。 自分が気に入ったものを買うことは結構なことだ。人の好みや趣味は本当に百人百用だ。ただし、買って楽しむのはいいが、決して将来値上がりすることを期待して買ってはいけない。個人投資家は、いいかもにされるだけだ。私のアドバイスは、手を出さないことだ。 投資ににかかるるコストに目を配る分散投資が大原則 <laughs> 次に非常に長い期間で見た時の株式投資の平均リターンは2つの基本要因からもたらされるそれは足元の配当利回りと 今後の一株当たりの利益、配当の成長率であるア,スアセットアロケーション、つまり資産配分の5つの基準まず歴史の証明するところによればリスクとリターンは正比例している株式も債券も 投資のリスクは投資期間に依存する投資期間が長いほどリターンの変動幅は低下するドルコスト平均法は注意すべき問題はあるが株式債券投資のリスクの軽減に役立つ定期的なアセットミックスのリバランスはリスクを低下させリターンを高めることも可能だリスクに対する先行と リスク許容度はは区別しなななくてはならないリスクがどの程度許容できるかは証券投資からの収入を除く所得の種類と源泉をはじめとして個々人の総合的な財務状態に依存して決まるリターンを高めるためにはより高いリスクを 取らなければならないという教訓はもう聞き飽きたかもしれないしかし資産運用を行う上でこのこと以上に重要な原則はないのだもしあなたが他の大多数の人と同じく豊かになるにつれて少しずつ 投資額を増やしていいきたいのなら、ドルコスト平均法がうってつけである。ドルコスト平均法は注意すべき点もあるが間違ったタイミングで株式や債券に有りねすべてをつぎ込む愚おろかから身を守る投資方法であるこれは単に一定の金額を毎月もしくは毎四半期に長期間にわたり 同じ投資対象、例えばインデックスファンドを同じ額、等額ずつ買い続ける投資方法のことである。ポートフォリオの中の株式をすべて高値で取得することが避けられるためリスクをなくせないまでもかなり減らすことができる。 投資のの専門家の中には、ドルコスト平均法を進めないい人もいる。右肩上がりの相場の下ではこのアプローチはベストとは言えないからだはじめにまとめて投資するのがベストなのだしかしドルコスト平均法は少なくとも将来株価が大きく下落した時に対する保険の役割を果たしてくれる。 相場が急落し、<laughs> その後すぐに回復する見込みがないような場合は、結果的にその時が絶好の買い時ということが多い。期待と欲望が相乗効果で膨れ上がってバブルを生むのと同じように、悲観と落胆が折り重なって市場のパニックを引き起こすことも多い。 一旦下がったものは必ずまた上がるのださてウォール街をどのように歩き出せばいいのかそれには大別すると3通りの歩き方がある1つ目は思考停止型の人の歩き方2つ目は 手作り型の人の人歩き方そして最後は専門家任せの歩き方であるまず1つ目お手軽でリスクの低い資産運用を希望する多くの投資家に対しては長い株式市場の歴史と教訓を踏ま,え踏まえて生まれた内外のインデックスファンドを使って老後資金を運用することを進めたい。 また、全投資家に対して、特に老後資金の運用を中心に、少なくとも一部分はインデックスファンドを組み入れることをお勧めする。次のアプローチ、いわば、ウォール街をジョギングしてあちこち回り、これはと思う業種や国、地域を中心に、めぼしい株を一つ一つ拾い集める歩き方である。 最後のアプローチを取りたい人はただ道端の石,を石にどっかり腰を下ろしてあなたが雇ったプロのランナーにあなたの代わりにウォール街を駆け巡らせればよい。プロの投資アドバイザーたちはあなたのリスク許容度に応じて幅広い分散投資のメリットを十分享受できるような資産ミックスを選んでくれる。 問題は高い手数料である。またしばしば利益相反問題も発生するインデックス投資でプロを上回る成績時価総額ベースでアメリカの全上場銘柄の約4分の3をカバーしている SP500 指数そのものに投資すれば 長期的にはほとんどの投資のプロを上回るパフォーマンスを上げることができるのだこの指数に含まれる全ての銘柄をそっくりそのまま機械的に購入することが株式投資を考える時の簡単で優れた方法の一つであるインデックスファンドは 積極運用されるファンド平均よりも一貫して高いリターンを上げてきたこれには2つの必然的な理由があるのだ1つは手数料でありもう1つは売買コストである比較的少額の投資で広範な分散投資が可能になるということまた 証券会社にに支払う売買手数料も最低に抑えることができるインデックスファンドの中で圧倒的に人気を博してきたのは、アメリカの大企業の大半をカバーしている S&P500 指数をコピーしたファンドである。 インデックスファンド投資は私が個人と機関投資家の両方に対して最も強く進めるアプローチである。どんな投資家でもポートフォリオの一定の割合はインデックス投資をすべきだ。しかしそれは退屈すぎるアプローチだという人が大勢いることも事実だ。 次最後です読者の皆さんが本書を注意深く読んで勉強すれば特に投資アドバイザーに頼る必要はない複雑な税金, <laughs> 税金問題や法的な問題を抱えているのでなければ必要な分散投資もリバランスも問題なくこなせるはずだ資産運用を自己完結的にこなせることに大きな喜びすら感じるのではないだろうか 今回は以上になります。